翼さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。うちゆみつんぱいり様、こんばんは。こんばんは。とうとうブルーレイ7巻の素晴らしいジャケットが解禁されましたね、特に何が素晴らしいかってセンターがいないっていうところですよね。本編でもこんな風に芸が細かいなというところがたくさんありますよね。1話の車のナンバープレートがラブライブになっているとか、2話の小鳥ちゃんと13話の小鳥母の驚き方が一緒とか、3話のエンディングが実は9人バージョンだったり、10話の温泉の時と10話ラストのメンバー並び順の違いがあるとか、あげるとキリがないくらい細かい演出がいっぱいでブルーレイで何度も見返しては小ネタを探して楽しんでいます。皆さんが作品を通して好きな小ネタや演出はありますか？なるほど、ネタや演出か、はい、私 あるでも私は結構あの監督の演出が一個一個すごい好きで、どこだっけな、この間なんだっけな、なんか監督とこうご飯を食べる、あれかアフレコが終わった後かな、になんかみんなでささやかな打ち上げみたいなのした時に、なんだっけわかんないけど、なんかエリチカがね、こうね、なんか自分のね過去をこうあーってなった時にね、あの生徒会室だかなどっかのねドアをねバンって閉めるシーンがあって、忘れちゃった、細かいとこ忘れちゃったんだけど、そのシーン、あ、もうやめよう、そのシーンがすごい好きで、でもこう自分の記憶をこうパンって封じ込めるところと生徒会室のドアをこう閉めるところをね、こうね、なっててね、すごい良かったの、そこが涙が出たの、そこが、うまく説明できませんがつまり、7話7話かな、かな、わかる、そこわかる、わかる、でもあの、見てください、ブルーレイ持ってる人は見返してね、はい、はい、私はね、あの8話の最初の方、8話か、はい、あ、よかった、コメント見れたよかったよかった、あのこうやってね、ふとした瞬間に、ここの、なんていうんですか、これ出っ張り、ここをね、こうやってね、やるのが癖なんですけど、ほのかが2話で考えてる時にね、こうやってやってるんですよ。そう、これが私の癖をなんか採用してくれたみたいで、そうなの、手の甲に口を当てているほのかが実はいるんですよ。そこもね、もしよかったらチェックしてください。なんかお気に入りの男ってある？お気に入りの男っていうか全員なんですけど、あのね、練習着がね、みんなちゃんとね、キャラクターによってね、例えばマキちゃん謎にほらスターとか言われてるから星ついてたりとか、ここなんかシャーみたいな感じで書いてあったりとかね、リンちゃんとかもね、なんか猫ちゃんついてたりとかね、ほうだしね、そう、ほうとか、なんかいろいろこうなんかね、ちゃんとキャラクターにそういうところが寄せてあって、そこは細かいところでなんか、あ、そういうことかみたいな感じで、すごいなって思いました、ちっちゃいとこまでこだわって、それがラブライブです。本当にね、最後までね、いろいろあの、こだわって作ってくださっているので、ブルーレイをね、何回見返しても楽しいよというお話でした。ブルーレイはさ、擦り切れないの？ブルーレイは擦り切れないね。擦り切れないの？じゃあ何回見てもいいんだね、はい、じゃあ擦り切れる、擦り切れないけど擦り切れることに